エアロポリス2001の全体イメージエアロポリス2001とは、大林組が1989年に打ち出した高さ2001メートル500階建てのハイパービルディング構想のことである。東京湾上に直径740メートルの人工島を建造してその上に建設することを想定しており、公費は46兆円、後期は25年かかるとされる。 高層通りに建設された場合、ニューヨークにあったワールドトレードセンターの5倍で、エベレストの4分の1という高さになる。1956年にフランク・ロイド・ライトが発案した高さ1マイルのビル計画、マイルハイから着想し、大林仕組みの最先端技術を結集した超高層ビルの提案として発表されたプランで、浦安沖約10キロメートルの位置に21世紀の シンボルにふさわしく高さ2001メートル500階建て、床面積1100万平米を建築する想定とした。最上階から最下層まではわずか15分で往来できるリニアモーター式の高速エレベーター、シャトルエレベーターを幹線ルートに設置する計画である。これを使用し数回行き来するだけで、オフィスや住居のほか、映画館、レストラン、学校、病院、 郵便局といった各施設の移動を可能としている。この他、ローカルエレベーターとして、従来型のロープ式エレベーターを設けることとした。この多力化されたフロアも設置され、そこでは、子供とオフィスワーカーが一緒に昼食を食べることも可能となる。1万1、火災が発生し初期消火に失敗した場合は、専用シャフト経由で急行するロボットによって、消火活動がなされる。 交通アクセスとしては、東京国際空港、エアロポリス千葉市から新東京国際空港のルートで、リネアシャトルと高速道路、新宿東京臨海部、エアロポリス勝浦、鴨川のルートで、郊外住宅地やリゾート地へのアクセス鉄道、横須賀、横浜、浦安、奈良市のといった東京湾岸の主要都市への高速フェリーが計画された。 平面構造は一辺100メートルの正三角形を基本とし、各頂点を結ぶライン上に各施設を配置し、上層部から順に、螺旋状にユニットを増殖させ面積配分は、地上から500メートルが50%、500の1000メートルが28%、1000から1500メートルが15%、1500から2001メートルが7%となっている。 立体構造は一つのユニットにつき三角形の頂点となる長部直径20メートル、脚部直径50メートル、高さ100メートルの柱の間に高さ80メートルのサブストラクチャーを入れた大型張りにより構成される巨大加工方式のユニットとする。下層の3階部分の人工地盤はスカイデッキとして自然光収耗装置や人工照明の演出を施したアトリウムや文化、 商業、娯楽施設を設けつつ非常時のシェルター機能を備え、上部の17階は、中央部を吹き抜けとして、サブストラクチャーに、オフィスや住居を設け一ゾーンに、業務、居住、商業、公共施設をバランスよく混在させ、都市としての融合性を持たせており、建物全体の固有周期15から20秒に、サブストラクチャーの固有周期1秒を加え、免震効果を持たせている。 強風時の対策として、頂上の下部に水槽式によるパッシブ精神、アクティブ精神、水噴射によるアクティブ噴射システムを用いることとした。ありがとうございます。